よし。マクタ取れたよ。再接続に成功しました。おはこつです。おはようございます。はまだ届いてない。あと2分。駆け込み予約です。ちょっと他の人たちが出発するタイミングが分からなかったんで、よっと。スタート。おはようございます。おはようございます。雲ありの青空ありです。あの晴れですかな。うん、あと1分20秒、はい、っていうかまあ9時ぴったりなんですよね。駐車場ん？駐車場、ああそうか、今そう今ここ出すの忘れた。おはようございます。おはようございます。今ここ。雲あり晴れあり。あり。ありありで。おはようございます。ございます。電波も当たりなかったりです。接触の問題が気になるな、昨日と同じく。あと15秒。あ。録音はできてるけどな。あ、そう、最後に。いや、音を皆さんに聞いてみればいいか。おはようございます。皆さんおはよう。この辺りまで登ります。この辺りまで。あれ行ってない。転送速度が上がってない。なんでもう一遍つなぎ直すか。いきなり暗雲立ち込めるな。あれなんで人が集まりすぎてるからかな、もしかして。うお、お、うん、何、何ん、あれ FMLE がつながらない。つな、どうしたどうした、ん、もう一度。これでいけるか。ああ。特にいっぱいですね。どうだ？これでどうだ？転送速度60、45、400、安定したかな？来ましたかね？すいません、お待たせしました。ちょっと下向きかな。今日も止ま。
ですね、これからこの辺りまで登ります。この辺りまで。あの横に走ってるのが最後のところですよね。多分そうだと思うんです。さっきヨッシーさんもそう言ってたし、この辺りまで行きます。で、あの上越したら回り込む。ですね。で、今日ですね、合計何人ですか？20人ぐらいですか？今日は20人弱。そうですね、20人弱、うん、15人以上、20人弱です。15人以上いるんですけど、あの映りたくない人もいるだろうっていうんで、私は皆さん先に行ってもらいました。この人だけ残ってます。この人だけ昨日なんか放送諦めたっていうこの人だけ。気温はですね、日向にいたらだんだん暑くなってくるけど、まだちょっと涼しいですね。だいぶ最高読みで26度。そんなにあるかな。メガネが韓国っぽい、あれだ、あの 下支えフレームだ。セルフレームってやつですね。赤メガネだ、赤メガネ。赤メガネっていうとツイッターアカウントで別の人のアカウントになってしまうけど、赤メガネさんだ。神奈川涼しい。で、さっきからバスはもうすごい頻度で、あ、で、さっき駐車場いっぱいですかって言われたんですけど、朝7時からいっぱいだったそうです。アーツさんたちはさっきここに入れなくて、あの別の駐車スペース探してきたらしいです。じゃ あの出ますか皆さんを。最終的に皆さんまたすことにはなるとしても、ちょっとインチキ匂い。今日は何か抜かすと思います。あれ、そうですか。あ、そうか。でもボエメさんもまだ出産上がりだから。いらっしゃいませ。青い見えてないのに分かるのか、それがあんたに分かるのか、この青さが。じゃあ出発します。さあ、どんだけかかるかな今日は。ん、こういう時、ああ年配の、確かに登山の格好してますね。と、畳平から上を行くってことかな。ん、何したいな、これは畳平駅か。休暇村、三本滝、霊仙小屋前、位ヶ原山荘前、途中までか。キャキオフでしたね。何が、あ、よく見たらディープリムだったんだ。バスで輪行は、これ登るのが目的で来てるから。5倍。あ、ここは天気けど上は雲かかってますね。ふぅ、フィブラニ？飲み物、いや、500のボトル1本だけです。多分それで足りると思います。途中に位ヶ原っていうあの山小屋があって、そこでお汁粉とか食えるんで、うん、今日登ります。なんで2人だけ、あの、この映りたくない人が多分含まれてるので先に行ってもらいました。皆さんには。赤ちゃんはどうしたの？赤ちゃんは、あの、赤ちゃんのお母さんの妹さんに預かってもらってるそうです。いや、電波ずっとはないみたいですね。2年前どうだったっけ。ここは乗鞍高原、これから乗鞍だけに登ります。だけでいいんだっけ。畳平っていうあのてっぺんのとこまで。うん、だいぶ空気涼しいですね。ん、あ、え、赤ちゃんがなって、そうするとまずい。だって皆さんいちいち、ほら、あの、その映った人の外見のこといちいち言うじゃないですか。まあそれだけじゃなくて、単にプライバシーの話もあるんですけどね。いらっしゃいませ。で、さっき私は宿からここまで標高差100ぐらい登ってきて、もうすでに汗かきました。そう、ヒルクライムと言っていいのかな、こういうのは。あ、そう、 Z さんもいちいち言われますよね。春田さんじゃん、春田さんと、春田さんは今かのこさんっていう女性とあのタンデムで登ってます。去年タンデムで来て、二度とタンデムで来るかと言ってたらしいんですけどね。タンデムっていうのは登りには非常に適してないものらしいんで。あ、下りが怖い。あ、何受けました。タンデム二人乗り自転車です。長野県では大丈夫。あ、そう、あーですかね。混んでるぜ。で、バスは上まで行けるのかな。おはようございます。あ、混んでるってこれか。3人乗り？サンデム？
あと30秒。タンデムは後ろの人だけダンシングすると前の人は何が起きたか分からなくなるそうです。おなしたか、そんぐらい我慢しろよ1日ぐらい。そう、ドロンボ、あ、そうか、ドロンボ自転車って言い方があるな。ドロンボ自転車でもあれジェットエンジンついてましたよね。ダウンヒル神岡、この人昨日もなんか書いてましたね。とりあえず車に行ってもらおう。まずはおはえー、今日自転車も多いですよ、すごく。よし、これがいたらいけるな。話してたんだろう。あ、お前の人か。あの下ネタいつも言う人もあなたですか、お前の人。うげえ、ちょっとあの今赤になったけど、それはちょっと後ろついていかないと。後ろついていかなきゃ。今赤になったよ、今の瞬間に。なる。ん、サイクリング日和、もうちょっと雲がない方が安心するんですけどね。一瞬で変わったな。しかもそれでまた2、3分待ちですよ。スーハー、スーハー、チャド、排気ガス気をつけようがないです。よっしゃ、休憩取りまくります。足つきまくりですよ私は。雨わかんないですね、どうなるか。結構長いな、赤のはずですよね。よいしょ、まだ坂はこれからです。赤い人、あの人ですか。アーツさんです。アーツさんっていう生主さんです。道路、あ、これ削ったんでしょうね、ひびが入るかなんかで。ヒルクライム、バイクのやつ、なんか同じこと書いてきてるよ。またまたそんな話かよ。車から見て自転車ムカつくとか、争うたってそうはいくか。何筋、今日は上の方なんですけどね。あとライチョウの出現が、あの一大イベントです。親ブックさん、親ブック、私はタイムトライアルじゃないです。ああ、そうか、オートフォーカスオンにしたままか。オートフォーカス切ってきます。やばいっすね。何が9時から、朝9時から今オートフォーカス切ります。あ、何も使ってないですね。読み上げの時にあの繰り返しとかのキーワードを正規表現で弾いてるのはあるけど。ふう、アーツさんは昨日放送を諦めたそうです。アンドロイド持ってくるの忘れて iPhone でやろうとしたけど嫌になって配信やめたって。綺麗なジャイアン、真面目に走れよ。何を持って真面目とする。それは自転車は、自転車乗りは常に自分を鍛えて速く走るべきだっていう、偏ったって言ったら言い過ぎだけど、そういう観念にとらわれてますね。もっとグローバルな視点で見ないと。グローバル、年はまあ60になるぐらいまで関係ないかな、人によります。テスト放送やったんですか。そう、いやスタンダードじゃないけど、スタンダードじゃないが、もうこの景色、あ、測ってるんですね、時系列。
雪ありますよ。先週まで確か雪で通れなかったらしいですよ、バスとか含めて。そう、あそこまで、あれ見えてるところが登るところです。ガチでですね、3000は道ないな。貢献、ですね、日陰だったら寒いかな今。いますね。でもまだスキーやってると思います。スキーかボードか。おはようございます。そう、あ、いや、3、2、1スタート。聞こえた。湿度はそうでもないかな。全部、おお、降りです、降りです。あ、下りか。山、こっち側に戻ってきます。 10% 今ここはそうでもないかな。平均 5% ぐらい。 5% ぐらい、はい、あ、それ出るんですか。 あ、オレゴンの方ですね。あ、さっきスタートした人だ。今から畳平っていうところご飯食べに。これですか。人によっちゃ 2700m っていうのは酸欠になりますね。人によっちゃ。タイムアタック、抜かさない。そんなことしたら悪いじゃないか。おはようございます。いや、埼玉ね。まあ体力ある程度使いますね。息が乱れるから、その分。紹介状、おはようございます。ん、父さん、第3 P、 これはまあ昼クライムっていうやつかな。私は時間とか一切気にせずに登りますが、あ、トンネル点灯は、どのトンネルだったっけあれ。お、畳平はクマいるのかな。あの辺りは木が生えてないからクマ隠れられないから。青トンネルは別のルートですよね。ぐるっと回って青トンネル通って下ってくるっていう。まさに赤ちゃんの下で応援中かな。応援も何もないか。今ここ出せれば応援できますかね。イフバには今日降りないです。戻ってきます。エコだ。ん、エコだ。ん、私は早く走りたいとは特に思ってない。で、早く走るという風潮が強まれば強まるほど頑張らない。そう、早く走る気なくなる。かなり涼しいですよ。24度。普通の格好で T シャツ1枚で日陰にいたら寒いぐらい。ホモ出すか。またホモ出たか。そんなにホモが楽しいか。楽しいんだろうけど私にはわからないんですよ。何があるの。ロードバイク。そう、好きに走らせてほしいですね。Z さんに、Z さんタイプ？Z さんタイプ。ブール？ブール？猫か。サチじゃなくて猫なんだ。もっと早く走れよ。じゃあてめえが走れ。早く今来い、今来い。で、それ煽るのって楽しいのかな。煽ってこっちが反応するのって旗から見て楽しいんだろうか。盛り上がるのかな。本気で言ってるんだったら怖いけど。ママチャリいいかな今は。平地のママチャリと比べりゃ。それは
いわゆるロード脳っていう、ロード脳って言い方もないかな、あの競技脳っていう方がいいかな、の立ち位置でずっと煽り続けるつもりですね。まあいいけど、前後の滝ってなんか前見たことある気がするけど、見に行ってはいないか。なんでこれ後ろポケットが二重なんですかね。あ、僕ですか。ええ、あ、下にあるんだ、二重に来てるんだ。キレキレで、あなた言い始めただけ。じゃあ、あなたみたいなテンプレートがいっぱい存在するわけですね。で、今何なのって高そう。これは100万ぐらいするんじゃないかな、嘘だけど。でもまあ40万、50万ぐらいかな。煽りコメント前から、じゃあ初めてじゃねえじゃねえか、嘘つきやがった。猫、ね、あ、紫の柄はですね、これです、見えますか、フリエモン、これこれこれ、ロングライダースのライダーズ、ライダースライダースのジャージみたいですね。非売品、前のあ、はい、非売品、あ、非売品、じゃあ、あの内輪だけで作ってきてるやつなんですね。そう、私は今フル荷物で登ってます。これのレプリカを売るらしいですよ。レプリカ、レプリカって、これはアツさんです。これ。これディテールがいろいろ変わるらしいですよ。レプリカになると。ん？何粘着？取った。お疲れ様です。あ、自転車も確かにそうですね。自転車のマークも。カスタマイズなのかな。ん？ハマル、マルキン自転車。マルキンはなんだっけな、ランドナーとか作ってるとこでしたっけ、マルキンは。あと丸石か、ランドナーは。丸石エンペラー。ああ。マイカー規制がこの先からですよね。そうですね、ここまだマイカー規制ないです。ん？追走されてる？詐欺で売った自転車。あれの話もよくわからんな。まあ自転車で追い越されたら追い越さなきゃならないっていう考えの人がいてもいいし、いなくてもいいでしょう。違う違う、そういう考えの人がいてもいいし、考えじゃない人がいてもいいんだ。今かかり間違えた。車はまだ来ますけど、この先マイカーは通れなくなります。ロボさんはプロテイン飲んでるんですか？プロテイン飲んでないです。昨日の夜摂取したのはうなぎパイと、なんだっけ、うなぎパイとゼリービーンズと、私はこのタイヤにしてからまだパンクしてないです。チュワルベマラソンっていう重いタイヤです。すげえ重いです。鎌倉何度か行ってますけど、体型、また体型の話か。うんざりするな。うんざりするわ。別にあなたの人格とか否定しないけど、私はうんざりします。あ、これですか。休暇村。あ、電波切れたな。うん、自転車本当多いですよ。あ、ふとふと。通常走りに変えとくかな、伊豆。赤白の方が実用感。赤白のポール。あったっけ。岡枕。小説です。岡枕って、なんでしょう。まだ朝のスコーンが腹に残ってるな。休暇村。岡村はうんざりうんざり。まあニコ生の、ニコ生レベルじゃ仕方がないかな。ニコ生レベルじゃ、そういういちいちなんか映ってる人のことどうこういうのは
まあ、ニコ生だからな。そう、畳だれで食います。飛騨牛とか。お、すけさんいらっしゃいませ。1。ああ、キロキロさん久しく走ってないな、一緒に。今回そもそもどういう声かけされたのか分かってないんですけどね。ブルベ関係者とニコ生自転車部関係者かなだと思います。多分声かけられたのはあの人から。また太ってる中。ん、何はどこでやるのって。そう、今これは乗鞍エコラインっていう名前だと思います。比べ、オッケー。そしてネビギー、なるほど。おお、水餃子、水餃子、そういやそうだったな。水餃子結構美味しかったな。あれ本当に茹でるだけだし、一瞬でできるし。前房総、はい、あの房総半島にいた時に道の駅で冷凍水餃子を、あ、冷凍餃子を買って。ただ茹でただけ。で、ちょっと今質問なんかすみません。またホモ立ちか。またホモネタか。この自分が面白さがわからないネタを振られると、いちいちイライラする。なんで面白いんだ。でも面白いっていう感じる人が多いっていうのは知ってます。ただわからないのが悔しい。と言ってなんかそれが面白さわかるために、集中的にあのニコ動でそういうホモ関係の動画を一日中見ようとは思わない。なんだっけ、1600、あ、標高超えましたね。ロボさん、皆さんこんにちは。あ、これですか。エコライン、エコ、こう、わかんねえ、なんで面白いんだ。ロボさんは D 線ですよね。 D 線、 D 線、うん、まあいいや。岡枕霊園ってどこですかね。途中にあるのかな。岡枕霊園ってのは途中にありますか。霊園ありますか、こんなところ。ないと、こんなお参りしづらいところ。しかもお参りしづらいですね。ですよね。いちいちこっちまで、しかも毎回規制がある先とかにあったらバスで行かなきゃいけない。バスでお墓参りしなきゃいけなくなる。そもそも冬場折れたんじゃないですかね。あ、あっちが折れてんのか。周りはこういうふうに、これなんだ、これは白樺ですかね。かなりでかいな、白樺にしちゃう。の木がいっぱい生えてます。いっぱい生えてますって。なんか白樺の標高まで登るのが夢だったって言ってましたね。ん、肌野さんですか。あ、自動無人で動いてない。いや、まだ3分前まではとりあえずいつ動くかわからない。お金持ち、うん、ハツさんと決裂したことあったっけ。もう地で地を争う構想です。そう、骨肉的な、骨肉的な。もう今もバチバチと骨を切らせて骨を断つみたいな。骨切らせて骨を断つ。友倒れ。あ、これはもしかして、あ、まだ GPS 動いてる。気がついたらアングしてるからな。延長します。27分まで待ってから。はい。あ、いや、あの、大丈夫です。行きながら。今26分。山賊に。あ、白そび。あ、日が照ってきた。そう、3つの坂が。20度ですよ、最高に見て。ん ?20 度ですね。あ、気温ですか。最高の気温計で20度らしいです。あ、登りやすい、すごく、基本的に。上行ったら相当寒いです。レベル58って私のコミレベルでしたっけ。違うかな。58なんだっけ。50代だっけ。人が来るのはこういう自転車に乗って山の方に遊びに来るのが楽しいからだよ。それが楽しいというふうに感じる人がいるからだよ。メガネその会社なんだっけな。営業とかできる人とかいう話お前聞いたことある。延長来ないか。じゃあ確認します。
いやー、はあ、私営業とかその手のものは全然ダメだな。そう、イライラゾーン、イライラする部分はなんていうかな、一つえあの演出みたいにして、あのコンピューターの環境で言うと、あの仮想環境上で、仮想 OS エンバイロメント上で、あの起こるふりを起こるように見せるっていう、そういう別階層にすれば問題ないですね。これはその私が怒っているという演技なんですよみたいな、はあ、あれこれ言ってるかな、大丈夫かな、大丈夫か、はあ、兜合わせって何ですか、兜合わせ、兜ってことはなんとなくあの絵的に想像できるけど言いたくねえ。やった、サマースキー、多分今日も上でやってると思います。そして42、綺麗に、そう、特にゲートして やってないから、今手で延長しました。これからあの手でやらなきゃいけないですね。今日はうまく動いてない、横生、イラッとしてる自分は仮想環境上の自分なんで、何行こうとした。距離は今日どんだけあるかな、標高差1000以上あるから20キロはありますよね。20キロぐらい、平均 6% で、6% で、おう、1400。もっといい景色のが上にこれから見られるんですけどね。映ってますかね、この景色。やった。写真撮るために仕方なく足をつく。これは乗鞍っていう有名な、自転車乗りには有名なとこです。あ、見えてますかね。日も照ってきた。雲ちょっと多いですね。所有する。聞こえました？大体聞こえてますね、ここ。ああ。今日はなんか読み上げの、周りが静かだからか。森林伐採。結構それ、さっきの、そうそう、さっきの友達とあの、帰りの温泉で、本当温泉入りますよ。ほもねさん、面白いのがわかんねえ。すごく楽しそうではあるんだけど、旗から見てると。なんで面白いんだろう。この辺り本当綺麗ですよね。あとは青空になってくれればな。降るかどうかはちょっと微妙ですね。12時ぐらいに降るんだったらちょっと降るっていうやつなんですよ。おかげで、おかげでって。ライチョウ見たいです。去年はノウサギが出たらしい。おはようございます。そう、クラウド環境、環境とは言わんかな、クラウド。クラウドも結構バズワードですけどね。ヤンバルクイナ見てないです。沖縄北の方行くと結構出ます。そんなに出ますかね、あの辺り。白いなんかあの温泉バスツアー、あ、いや行ってないですね。もしクラウド、ん、わからん。今標高は1658メートル。全く同じです、ね、おう、乗り倉行きたい。乗り倉いいですよ。ただ一日で行って帰ってくるのはそれなりの足がないと厳しいかな。列車で来ると関東からだと特急で来て最速で朝 10時40分に新島島着ですからね。ノウサギ、空気は大丈夫です。白骨まだ行ったことないんですよ。確か今日、昨日登ってきた道のどっかから分岐してましたね。確かあれだ、白川峠に向かう道の途中あたりから分岐してますね。で、あの今日は多分このまま走っていくと棒嫁さんとには追いつくのかな。スコーさんとアミちゃん、この辺りに着きそうですね。石川さんはなんか走る人なんですよね、随分。登りはやっぱりあんまり速くないです、ね。あ、そうなんですか。あとはノーマルクランクと重い自転車なんで。ああ。で、今電波悪いのか。
知らねえ。1800は行ってないな。もしかしたら断線かもしれない。草津の、あ、止まっ、切れてる。大丈夫か。よっと。ひなびいいな。ひなび大好き。ひなびたいことがあるんだ。ああ、つながんねえ。もう通常発信かか。ああ、ダメだな。午前中から30度超えて嫌になっちゃう。プ。更新するなら今のうち。サーバー。外。さて、このスキッピー受かってくるか。ああ、やった。130、こんなもんかな。無線。はい、通常配信開始しました。今日も通常配信です。早いな、30分ちょいか。来ましたよね。よっと。残念ながらここからカックンカックンです。まあ。いや特に意味はないです。まあこうなることは分かってたけども早かったな。なりラグはこれで出にくくなりますね。予定通り、あれ計画通りか。いつも通りです。あ、終わりました。画質 FMLE を超えることは普通ないと思うんだけどな。1分1個までそうですって。早え。8時ぐらい登ったら早い人はもう降りてくる時間なのかな。乗鞍って1時間とかで登れるんですかね。家の下だと、ええ、1時間おー1時間ちょい。じゃあやっぱり8時登り始めてっていう人は、今の人は8時に登り始めたら降りてくる可能性あるんですね。もう十分かかんない。うん、7時だったらもう十分あり得ると。1時間も、私は今日多分5時間ぐらい、5、6時間ぐらいだから、他の人を多分ですね、長い人は3時間以上待たせると思うな。とりあえずあの早い人は登って降りてまた登るって言ってたから、もしか1周です。1周か。車途中から気をつけなくても、いやバスが来るか、タクシー、タクシーか。なるほど。景色、いや見てると思いますよ。下り20分で来れないんじゃないかな。私がこの間20分行けます。確か去年あの大樽見通りの標高差1900下った時には、下りだけで1時間半か2時間かかったんじゃなかった。絶対1時間はかかってた、確か。で、寒いもんだから、いつまで経っても下りが終わらない。で、今なんて、すいません、聞いてませんでした。これ途中からこういう話が、林が全部なくなって、どうちゃかいし、ああ綺麗に真っすぐですね。これは杉か。そう、初見さんいらっしゃいませ。ああ出力そんなに徹底してるんだ。予算、ですね、男持ってます。男盛り、交通費が、昨日交通費が8000円ぐらい、宿代が8000円ちょい、今のところ1万6000円ですね。あとはもう食事とかは普段通り、普段より少ないぐらいかな、ね、あのかけるお金は。昨日はおにぎりだったし、下銭持ってます、持ってます。今あのジャンプしろって言われたらジャラジャラ鳴らします。
ウグイスかな。いましたかね、今ウグイスの声。お、8。ジャンプ。あ、今の小銭の話か。自分で言ってもう10秒で忘れてました。アーツさん、なぜホップしてんだろうと思ったら、小銭ネタの話だったんだ。で、今の動きは FMLE じゃなかったから、見えないと思います。映るとしたら、なぜかあの5センチぐらい浮いてる透明がいたと思います。コマ送りで。コマ送りで。登る、うん。下るはちょっと寒いんですよね、下りは。こんだけ標高高いと。だんだん暑くなりますよね。うん、上りですか。下ってくると。あ、下り、そうそう、気温が。あ、どこ、何がどこなんですかね。すみません、聞いてなかった。おはようございます。パソコンから。あ、見るのがかな。足を抱き。アーツさんのロードは、アーツさんはロードに乗ってるか、アーツさんのロードは何に乗ってるかっていうと、ヘリクスいいですか。 5.5 です。何が彼らですね、彼ら。下りが長いと体温下がって危ないね。下りが長いと体温、うん。だからある程度着るもの持っていかないと危ないですね。 5.5 そう、キャツラ。彼らです、彼ら。自分とこに呼べ。でもちょっと曇ってきましたね。トドロキ展望、あ、5点号か。5点号確かドロップハンドルだったと思うんですけどね。ランドナーです、ね、ランドナーですよね。ランドナーかスポルティフか、あのあたりっていうネタを言っても30代未満の人は分かんないと思 う。昨日夕食の時ほとんど分かってなかったですよ、ええ、あれショックですね。あの月局長にある 5.5 イベントに参加した人たちの若い人たちは全員その元ネタを知らないっていうなんて恐ろしい。知らずにあの高藤にはまんじゅうと城跡しかないとか言ってたのかな。いや、言わないか、知らないから。5.5 は実用車っていう人もいたけど、昨日私の記憶だとドロップハンドルですね。そうですね。あの高速をすごい勢いで走ってるとこの絵が、絵が確か下半だったと思うんで、こう出てるやつですね。ん、出てる、ワイヤーがこう出てるやつです、ね、あー、なるほど。昔のダブルレバーの。いらっしゃい。ん、ライダー何みたいなサングラス、ライダーヘッジ、ディスクヘッジ。バス来た。プレックのロード、プレッションスポーツかな。ライターエシェバル、最近のライダーかな。今言ってるのはウィザードでしたよね。とりあえずあのシャバトリダッチ変身のシーンだけ見たことある。ん、トレック鍋、あー、あれか。ちょっとあれ安定性悪いんですけどね、ものあのコンロに乗せるときに。もうちょっとそこが広いと安定するんですけどね。ただワーキングの時の収納性はいい。今2人です、通常配信です。前方に十何人かいます。あ、別に機材にそんなに左右されないとは思うんだけどな。若干楽になるぐらいで。ちぎらせてからスタートしました。あえてちぎらせてから。ちぎるものは前出てないけど。コイル。こんにちは。うん。あ、いや、電動ではないです。電動だと、いろいろめんどくさいし。輪行とか充電とか。待てよ、電動自転車にしてバッテリーの一部を PC に流用っていうのはどうだろうか。最近の電動自転車のバッテリー容量ってどんぐらいなんだろう。でも本体から
体の方に線伸ばすのも危ないな。私はロボっていうあだ名だけど電動じゃないです。なんだっけ、グリコーゲンとかで動いてます。クロスバイク型の多分ありますよね。ソース型のあれは何だろう。250W、容量はどんだけかな。発電の話はこれまでにたくさん出てきまして、スマホだったらそろそろハブダイナもできるかもしれない。ハブダイナも出てますね。スマホ充電できるハブダイナも出てます。スマホ充電できるハブダイナもあるそうです。エンジンだったら電車内とかにも持ち込めなくならないかな、そういうのって。飛行機に行くもできなくなる。下りが、下りで iPhone1 個分とか1台分。頂上寒いと思いますよ多分。曇ってたら特に、晴れててもあれだったからな。防火対策はバッチリです。残雪ありますよ、上の方。さっきも下から見えてました。出力がかな、音が。そうですか。今息を吹きかけた音しましたか。こもり気味っていう傾向はあるんですけどね、このマイクは。今息を吐きかける音が聞こえなかったら、あのウェブカメラのマイクになってる。いかがでしょうか。そうそう、回線のかき氷は、あの汚れが溜まってますからね。あ、小さい。あ、じゃあマイク変わってる。ちょっとお待ちを。あ、本当だ。ウェブカメラになってた。失礼しました。これ、ん？これでいってんのかな？あ、こうか。配信開始と。どうでしょうか？あ。これで、あの、胸元のピンマイク音声に行って、あれ今行ってないのか？転送速度は？ああ、いや、ギリギリ行ってる。いや、行ってる。ああ。これで治りましたよね。 OK ですね。どうもご指摘ありがとうございます。電波今来てると思いますけど来てますよね。マイクはちょくちょく切り替わるからな。 USB オーディオまた買い直すか。それかパソコン本体の方だったら。あ、そう、ハツさんはあの常に今日映り込み続けるんじゃないかな。でも先行した人、そんなにむちゃくちゃ先行してはいないんだけど、誰にも追いつかないな。みんな結構頑張ってるんですかね。この先にコンビニがあったら驚き。コンビニはないけど売店はあります。暗いが原山荘かな。そう、タンデム追いつかないですね。オプションそれだったら正確にあとトレースしないと。で、後ろからオプションハンターがやってきて、いつの間にかいなくなってる。高尾さんの頂上のおそばは美味しい。高尾山のてっぺんにそういう店とかあるんだっけ。
熊沢さんがだいぶ蓮の方買ってありますね。草刈りというか笹刈りしてある。草刈りマサオ。マサオ重症のそば。重症どこだろう。車はまだ来てますね。普通の車も。トカチ、ああ、10勝ってトカチか。食べる？ん？羊羹。いや、私補給食何も持ってきてないです。今まで半顔ノックになったってほとんどなくて、ハンガーノックっぽい気分になるときも多分あれハンガーノックじゃない、飯食った後だったりするし。乗鞍自然環境ビデオ無料貸し出し。最近人はインスタントちゃんぽん携帯。ちゃんぽん本当かよ。かじるのかインスタントちゃんぽん。補給食よりもテント。テント、テント。うん、それっぽいのやったことあるんで多分わかりますけど、でも私の登り方だとそんな急激にはエネルギー消費しないと思うんで大丈夫だと思います。今日先行している岩長さんは今なんか反感の恐怖症らしくて、えらくたくさん補給食持ってきてました。うん、あ、何しながら。薄皮まんじゅう、あと薄皮あんぱんかな。山崎の薄皮あんぱん無限のバリエーションがある、はあはあ、いずれバナナ。バナナ落下。わからん。ハンガーノックらしいですよ、自分で言ってました。ソフトバンク。薄皮はですね、粒あんぱんかな。こしあん派と粒あん派で、キノコタケノコ戦争みたいなことも起きますけどね。朝飯スコーン、スコーン。小池屋のあっちじゃなくて、昔モンティパイソンっていう英国の国営下品番組が歌ってたバタースコーンズ40とかの。イギリス人はスコーンで紅茶を飲む。どこだと。これはあそこです。あ、マイカキセンのとこですね。あれですよ、ガスがジグザグで走るところ。ああ、そうそうそう、並んでたところだ。お、マイカキセンだ、ここから。マイカーザマー。じゃあマイカーに乗ってきた人に向かって言ってるな。ここからマイカー通れないです。アツさんのジャージ見えてませんかね、まだ。マイカーはここまで。こんなんです。見えてますか、アツさんのジャージ。ロングライダースジャージ。もういいかな。レストハウス。あ、これレストハウスか。バター。滝色のは何を意味しているの。紫色、紫色を意味しています。今の脊髄で答えたな私は。あ、休憩してますね。やばいな。ここの駐車場よくさらに簡単にいっぱいになると思うんで。さて、あの中には映っちゃまずそうな人もいるから、あそこ見えるかな、映ってないかな。春田さんとかのこさんが乗ってきたタンデム自転車があります。今日は女性結構多いんですよ。 1,2,3,4,5 あれ ?5,6 人ぐらいかな。
雲ちょっと黒いのいますね。ただ山の方から多分雲来ると思うんで、ちょっと来て、やっぱそうですか。高山病、いやどうだろう。でも確かに私は一泊までして、あの高山病ならししていますからね。あ、Z さん今日いないです。Z さんはまたブルベじゃないのかな、違うかな。結構みんな全員で休憩してるから、これ私が先行ったらみんなが追い越すときに移ってしまう。まあ、追い越すときに他人のふりしてはいいのかな。あの横を追い抜かれざまに、あのあれあれとか言われても知らんぷりして、この人私知りません風な感じで無視してれば動画的にはセーフになるんじゃないかな。ホラフキーさんは今日来てないですね。タトのロードのに、あのロードのにばっかりですよ。今日はですね、多分総勢で最低50人は見ると思う。100人まではいかないかな、予想ですけど。ロード野郎ばっかり。そうそう。でもこれ GoPro の方にあのタンデム映ってるな、多分。あの放送だとあのタンデム見えないらしいです。なるほど。どうかしてる。ガチ。でもガチ。ここでレストアソフトクリーム食ってるんじゃないかな。お。よっと。映っちゃいけない人が近くに来た。やばい。こんなと行くと私は首の向きを制限される。あっちに行くと、なんてソフトクリーム食ってる人はいないな。そういや、まだ出たばっかりだしな。餅、ああどうだろう。これ三本滝レストハウスってとこですね。上の方は営業してないように見えるな。椅子が上がってるように見える。うん、野菜炒め、私そんな野菜炒め作りましたっけ。今まで放送中に野菜炒め何回作ったっけ。2回ぐらい作ったかな。あーでもちゃんぽんに前乗せるために作ったことあるな。ちゃんぽんはやっぱ基本的にうまいですね、豚骨だし。野菜炒めというか野菜汁、うん、野菜汁とかありましたっけ。どうしようかな。皆さんが出てから行った方がいいと思うんだけど。大丈夫かどうかしら。しばらく休んでると思います。あ、そうですか。あの雰囲気は湖で。あ、ロボさん、ここにいる人は全員映っても気にしないそうです。そうですか、はい、あなたは。私は大丈夫です。あ、大丈夫ですか。よかった。大丈夫です。じゃあかのこさんとあつさんです。今映ってるのは水餃子。水餃子うまかったけどな。女いるじゃん。なんかその女だヒャッハみたいな反応毎回するな。女だ。じゃあタンデム見に行こう。女子は結構今回多いんですよ。3分の1ぐらいはいるかな。映りますよ、映りますよ。昼寝。あ、お昼寝すごいな。この近くの昼寝か。そうね。で、これです。生放送中です。女子紹介したらまた問題ありそうだからしねえよ。これです。富士バイクスっていうところのやつみたいですね。富士自転車か。これ。お。いや、春田さん大丈夫ですけど、大丈夫ですけど。で、春田さんはこの、あのさっきのかのこさんと一緒に乗って、で背中にあのあれですね、一眼からってますね。あ、今ガチャって映した。これ長野県だとこれ完全に問題なく乗れるんですけどね。どうやって、あのマイカーで持ってきてますね。マイカーって言い方あまり言わないな、人の車に対して。これです。行動走れないなんですよね。美人いますよ本当に。なんかおならネタも今日20回ぐらい出たな。おならネタ、前の人がおならするとどうこうって話して20回ぐらい出たなとかいう指摘をするとイラッとさせてしまいますよね。すいません、あの何度も聞いてる側からするとそう言いたくなるんですよ。結局じゃあそんなに映って問題ある人は先行ってしまったのかな。タクシーを、あ、タクシー、そう、タクシーで登るって言ってもあるんですよ。ロボさん6人ぐらいぶち抜いてやりました、ね、ぶち抜きましたね、これで。
あ、Z さん今日は一緒じゃないです。 Z さん今日なんだろうな、仕事って言ってました。仕事か。Z さんのなんか走りまくってるように見えて忙しいですからね。夏休み取るために仕事してる。夏休みのために女子社員、うん、何が何が、あ、タンデム買ったら、タンデム置けねえよ、私ん家に、家に置けねえよタンデムは。そう、あれ、春田さん、それはあの部屋だったけど、どこに置いてんだタンデム、部屋に入れてんのかな。多分室内保管だと思います。あれを、すごい、うおうおー、全然怖くはないんだけど、クマタンデム。本当はロボさんがちぎりましたね。うん、ちぎっちゃいましたね、参ったな。東日本か、この辺りは分かんないですね、山だし。クマよけ、あ、持ってきてないです、何もそういうの。基本的に人とか車がいっぱい通るところだったらほぼ寄りつかないと思うんで。猫よけ来るだろそれ、猫。お疲れ様です。あ、この辺り岳看板もあるな。白樺じゃないやつ、あれ岳看板って言うんですよね確か。うん、この辺りはあの白くないやつばっかりだ。耳障り、へえ。うん、涼しい、涼しいけど下り寒そう。熊の顔が起きたい。ん、熊の顔何、あ、すさんです。わあ、寒そう。電車で犬は吠えますね。あれ本当になんでなんだろうな、犬は。あ、そう、写真撮ったからずっと撮ってないな。1枚ぐらい撮っとくか。よっと、よっと、あ、今まだ、もう一回、よっと。どうなったんだろうな。ここら辺だけ映ってたんですよね。マウンテンはドロップじゃないの、私だけですかね。そうですね、一人だけです。まだ、うん、ありゃ、いや、手動エンジン忘れてた。枠取っていきます。ああ、今度は本当に終わった。枠取りて、タンデムに抜かれる瞬間映さなきゃ。1時間しかもなかったか。ああ、抜かれる。ああ、放送してなかった、もったいない。どうだろう、追いつけるかな。春田さんがグービーやってるから。あ、そうだ、 FMLE が使える。やばい、ロボさん最後尾ですよ。え、もうこれで、これで最後尾。まあ、もともとそのつもりだったし、これ盛り上がらせる。悔しくなんかないね。いや、まだ配信今再開できてないんです。配信は枠取り中、枠取り中。何回も抜ける。いいよ、と、いらっしゃいません、いらっしゃいませ。よっと、バスは来る。うん、まあ FMLE にしたかったんでですね、 FMLE にしたかったから仕方なく、あの、あえて枠が終了してしまうのを見送るという、そういう、いいですか、そういう話は。そう、手動延長しなきゃいけなかったですね。今通がちゃんと動いてないから。飯、さんはタイヤマラソンなんですか。あ、マラソンです。重いですよね、すんげえ重いですこれ。びっくりするぐらい重いです。何が入ってんだよっていう。タンデム追いつくかな。タンデムが走ってる様子見せたいんですよね。で、今 FMLE だから滑らかになりましたよね、また。つむれにしたかったからです、あくまで。
延長枠は1枠だけしか延長できなかったですね。そういうことに。春田さん引っ張ってるな。延長。いらっしゃいませ。道連れもそうなりますね。タンデム追いつかねえ。見打ってますかね。結構早いな。延長図私も。ね、まあ多分しばらくしたら追いつくと思うんですけどね。あ、見えた。見えた。よっと、見えます？なんで早いなぁ。いらっしゃいませ。さっきの馬車さんって聞いたかな、確か。この前ちゃんと覚えてれば。今の木崎湖のジャージですね、多分。もう反応すんの嫌だ。そんなんで一気に出してられるか。アタック。見えた。そう、前かこないんで。でもバスは結構通るんですよ。さようですね。見えた。あれです。もう一人乗ったら、あの三枠なんですけどね。そこは今、ああ、逃げ上がる、逃げ上がる。今、回転数上がった。だから、器用だな。見えた。こんな感じです。ちょっと逆光かな。その二人の共同作業ですね、ネタは。散々言われてますけどね。でもそうですか。ひゃはぁ。ペッティングって今言うのかな。ほら。天気はやっぱりまだ良くならないですね。晴れてくるかな。キャンプか、寒いと思いますよ、結構。タンデム。力出せよとか言う。タンハクト。タンハクトはへの人だな。人への人だな。へ、へって書いてる人だな。どうだ。コミュー見てないけど、この私の推理力どうですか。当たってませんか。タンデムのギアチェンジを普通に前の人がやると思いますよ。っていうか、操作系は、操作系は一人集中させないと危ないと思う。上着いっぱい持ってきてます。分厚い T シャツと、薄いフリース1枚と、あとウィンドブレーカーと、雨着もある、雨具もあるんで、いくらでも厚着できます。ミサイル。ミサイルは後ろの人かな、火器管制は。いかにも高原って感じですよね。いや、高原だから、高原から今、乗鞍高原から乗鞍頂上に向かってます。後ろ多分ブレーキ、どうだろう。多分ないじゃないですかね。合計すれば強くなるというのはあるにしても、後ろの人だけが予告なくブレーキかけたら転ぶから。そう、複雑式で。何？今年は、いや、高野抜けないです。今日は戻ります。土日だけなんで、今回は。ブラケット、へぇ。
指のポジションとかの話かな。本当にブレーキレバーなかったら、あの指の形が完全に固定されてしまってとかあるんじゃないですかね。運転出すダミーですか。9月まだちょっと延長失敗です。遅えよ、もうとっくに MQ って言われたよ。ゴールは畳平ってとこです。乗鞍のヒルクライムレースのゴールですね。道路的にもそこからあと登山があるらしいですけどね。登山道が高山、そうですね。家に帰るまでがそういう話ですか。バスかな、タクシーか。そう、2700ぐらいです。登山しないと思います。テンション、そうですかね。とりあえずあの、あ、タクシーだ。紫色？アーツさんの背中の話か。あれはワンピース、ワンピース一切れ。この酸欠起こしそうですね。長崎か、いや夏休みは長崎じゃないです、北海道です。のつもり。でも9月になって北海道だと寒いだろうな、道東とか。遅くてすみません、延長失敗。よかろう。北海道のどこかまだ決めてないんですよ。自転車には高山病にはならない。先生、いや、なる人もいますよ。知ってる中だと一人だけなんですけど、富士山5合目の手前で酸欠になって動かなくなりました。で、そこからまた帰りに合流して下り始めると活発に動くようになりました。もう、ああ、寒いな。車、どうでしょう祭りあるんですか。最近どうでしょう、追ってないな。知床、特に知床あたりですかね。どこでも大体、知床峠、熊が出る。あの、本当に普通に出る。でも昼間、あのいっぱい人が通ってる時には多分出ない。会いましょう。やった、高い、もうこんだけ登ってきた。てかもうそんだけ時間、うわ、経ってる。何歳どこ住み、何歳に見えますか。私、あの、私のこの風貌から何歳に見えますか。映ってないと思うけど。こんにちは。お、ヨッシーさんです。バスとタクシーが通れます。タクシーいますね。で、ヨッシーさんは、ヨッシーさんの特徴は、そう、この辺りかな。ヨッシーさんの特徴は。本体がこれ。本体実は背中に収まってぬくぬくと登ってます。あとはあのサドルのとこにアノマロカリスとかあるんですけどね。いや、痛い方じゃなくて、そっちじゃなくて。背中に入ってるクマです、本体は。15歳。お、近い。タクシーだといくらぐらいなんだろう。タクシーどうかな ?1 万ぐらいするんじゃないですかね、もっとするかな。18歳かな ?18 歳、もう、あ、近づいた。15歳より近づいた。多分知ってる人が書いてるな、これは。必ず往復だね、タクシー。往復、どうなんですかね。5歳が下に見えます。5歳、ああ。すみません。本当に見えました。いや、そうかな、乾くから。そんなに菌が繁殖する前に乾いてしまえば。下が伸びるのか。動き
後ろのあれは、いや、輪行袋は多分下に置いてきてるんじゃないかな、車の方に。で、今夏場なんて言われたかな。夏は北海道に行くつもりです。詳細何も考えてないけど。あ、電波悪いか。途中確か全然ないんじゃなかったかな。あ、後ろの、そうですね。ダメか。去年、たす、今日、おととしか、どっから再開したっけ。レアは、汗かくときに、あとで冷えるかどうかっていうのは結構違いますね。木綿系のやつだと、乾くのに時間かかるから。あれ、鬼と全員はまだ追い越されてないかな。そうか、タンデムまだか。人が近いからラブが人が近いから。なぜ。19歳、近づいた。おー、来てる来てる。ご来光とか行った人ですかね、もしかして。めっちゃ遅いかな。車、何乗っとるの。車、メリダのマウンテンバイクですが、そっちではないのか、車ってのは。私は車持ってないです。じゃあ、お、おお、今日のジャージスカイです。届いてるかな。おお、ありがとう。うわ、すごい大変ですね。すごいな。あ、映ってました今。すごい、女性でチャイルドシート付きで登ってんのか。すごい。頑張れって言われた。会社の教育がすごい高力だった。教育。ファン笑。チャイルドシート好き。ああ、言ってる。あ、こんにちは。脚力すごいですよね。それかもしかしたら旦那さんが登ったのかもしれない。頑張れと命令された。じゃあ、写真、あ、なんだろう、見てなかった。 GoPro だとで見れば分かるんですけどね。じゃあ、本当いない。100台行くかな、今日は。そっか、ブルベご夫妻は多分先に行って、本当に下ってまた登る感じかな。スパルタだな。ちょっとズレが。あ、追い越された。今電波が流れ始めたのか。もちろん、こちら。電波どうだろう。黄色。結構。ラグすごいですね。電波弱いな。でんがらがった、でんがらがった。いい声。蒸し暑くはないですね。だいぶ涼しいです。日が照っても。今日本当多いな。
っ飛ばせ。あ、GoPro が切れた。給電できてなかったか。あー、もしかしたらこれは面倒なことになった。GoPro が切れた。よいしょ。ダメじゃないと思う。待てよ。よいしょ。GoPro 切れた。メモリーですか？いや、バッテリーですね、これは。つながってない。給電ができてない。レンタルじゃなくて自前です。よいしょ。おかしいの、確か給電できてたと思うんだけどな。なぜか途中で切れてたみたいですね。わかんねえ。なんで。よいしょ。これあれですか、iPhone から開始ができるんですか？ああ、確かできるはずですよ。ただ、操作の表示のラグがすごいんで。あ、そうなんですか。お、ついた。よし。あれですか、データ修復とかしてないといけないんですか、途中で切れたら。いや、ちゃんと切れる瞬間は処理してから落ちます。ええ。よし。じゃあ再開。休んでください。よいしょ。で、こうして、音合わせ。と、あと、時間合わせ。10時19分38、39、40。そう、結構これ、ん？ GoPro アップ？ GoPro か。こんにちは。いや、ちょっと挨拶のタイミング逃した。やっぱり、予約に、いや、どっちしろもうこの先はすぐ切れそうな感じがするんで、30分台で行きます。じゃあ、休むついでに。GoPro、今は止まっちゃったんで、充電できてなかったみたいです。給電が。あれ、春田さんも行きました？あ、これからか。で、今、石子さんと石網さんでしたよね。ですね。よいしょ。今、映像とかは行ってない感じかな、電波だと。あ、電波の状況は。長袖、長袖の人はですね、あれ薄いやつで、水とかかけると蒸発して逆に涼しいそうです。よし。GoPro再開。天気どう？いや、わかんないですね。山越えてどういう雲が来るかわかんないから。持ってくれるといいんですけど。っていうか、晴れてほしいな、上の方では。あと、ライチョウ出てきてほしい、ライチョウ。ライチョウ、この後2時間後。処理してから、そう。ちゃんとそこのところは余力を持って落ちるみたいです。でも、いっぺんファイル壊れてたことあったな。理由はわからないけど。行く場所によって、いや、全然。その時乗ってるのは一種類だけですね。その時々に乗ってるのは。昼は、畳平で、食堂で、飛騨牛系を。飛騨牛など、GoPro3 以前そんなことありましたよね。GoPro3 なんか結構不安定なとこあるんですよね。この間立石に行った時には電源入んなくなっちゃって、バッテリー抜いてもその症状が治んなくて、その夜10回ぐらい抜いたり刺したりしてたら治った。で、GoPro のページ見に、サポートページ見に行ったら、電源がそうやってつかない場合は、10回くらい、バッテリーの入れ直しを やる必要があるかもしれませんとか書いてありました。なんだそれ。たまたまその日の夜10回もずっと繰り返しやってたから、復旧したけど、普通わかんないだろ。わかんないというか理由が、ちょっとだけ。本当に10回って書いてあるんですよ、ホームページに。
仕様変わってますよね。車、あれは何だろう、あの車はタクシーなのか、あれも。こんにちは、スバルジャージ。こんにちは、アイランドジャージ。ABS か。こんにちは。今の人すごい焼けてるな。こんにちは。ジャンボタクシーかな、あれは。オートクルーズ。オートクルーズって車についてる機能なんでしたっけ。おはようございます。そうです、今日は一緒です。あれジャンボなのか。マイクは通れないですからね。袖は日焼け止め塗ってます。ここはメイン道路です。血管、どれの話だ。こんにちは。一応そうそう、あのブルベライダーは一応の丈夫さが求められるらしいです。今彼らですね、ロードオートバイも多分そうですねと思いますよ。今のところまだそんなにきつくなくていい感じ。何フランス、ツールドフランス。クライマーの人たち今日は本当に100人ぐらいにいそうだな。うん、ここのリレー禁止のとこです。マイカー規制区間。そう、ヤクルトって鍛えられるのか。鍛えるってことは人にうち腹壊すってことかな。あれはタクシーじゃなくて作業の車か、それか山荘とかの関係の車ですかね。今標高2000超えた。あと一応表やびつくらい。マジでそうなに。物資搬送か。ってことはもうここまで宿から、宿は1400ぐらいだったから、もう半分近く来たのか。意外とペース早いな、今日は。自分。自転車むちゃくちゃ多いですよ、今日。2年前に来た時よりもはるかに多い。おお、上の道見える。あんな見えなくていい。まだ電波いいですか。楽シーン？電波。どうでしたかね。確か暗いが原っていう山荘があるところはなかったはず。途中どこで切れたんだっけ。まあ30分区切りしてるのでダメになった時点で一旦放送中止ですね。あれレースこの後なんでしたっけ。レースの後じゃないんだっけ今って。でもそうか、1週間前は雪で通れなかったって言ってたからこの後なのか。終わった。すみません、いらっしゃいませ。右にはまだいない。あ、9月なんだ、あれって。じゃあ練習ですね。確か今回のグループの中にも、出るって言ってた人、いえ、そういや、いたな。富士、どっちが？私が？中の暗いが原っていうところで、ブーム。今10パーぐらいあったかも、瞬間的に。まず年収教えてください。まず年収1億円。
3億円5億円エリアマップ。でも確かに前回来た時よりはできてる気がするな。ブームっていうのは知るきっかけだと思うんで、そこからだと ずっとやってる人は別にブームだからやってるってことないと思いますね。3、あと3ってことかな。あ、そのぐらいのタイミングですね。了解です。今10時半か。タンデムはまだ追い越してこないですね。100m 越しました。あ、超えましたね。結構自分で想像してたよりも早いです。でもこのまま行くと大体普通で休憩入れたら5時間弱ぐらいですかね。あの駐車場スタートしたのは何時ぐらいでしたかね。9時かでしたね。スタートですね。こちら実際涼しいです。多分自転車で下るとかなり寒いはず。最高気温で18度か。下がりましたね。6度。20度切りました。気温18度です。低いですよね。とても涼しいです。でも関東も今日は涼しいって言ってたな、コメントで。確かさっき。まだ少しありますね。やっと景色を楽しめる。景色、歩きと自転車はそうですよね。アラサイ70キロメートル走ってきた。アラサイ早いな。超涼しいです。18度です。気温さっきは登ってるとあんまりなんかはっきりわかんないんですよね。2000越えしました。もうすぐ枠割りですね。あ、これ今一般枠です。お疲れ様です。次枠取ります。お疲れ様です。また次枠で。さんに追いつかないですね。ああ。クラさん相当速い。そう見てないですね。終わった。枠取ってきます。真後ろが見えない。もっと引っかかる。だいぶ近くなりましたね。え？うん、ああ。いやでも結構。鳥居お塚さんです。まだコメントはつながってるみたいですね。再利用で、枠が取れたよ。電波来てるな。誰か来た。タンデムは来てないか。来てないか。さあ繋がれ。繋がらない。
うーん、接続がおかしくなった。つづら折りが GPS 上で見えてきましたね。うん、今つづら折りですよね。その先の話です。そうそうそう。あ、この先は。あ、なるほど。この先はちょっときついところだ。つながんねえ。白骨って書いてある。白骨。あ、途中にあったの、そういえば。枠がつながりません。枠は取れたっぽいのに。あ、なるほど。じゃあ真っ暗配信チャット上ということで。あ、いや、どうだろう。スタートまではしてないと思うんですよね。こねー。早く。これは枠情報をバックアップしといて、配信ツールを一旦落として、よっ、追いつかれた、追い越された、デッドヒートです。どうしようもない。あ、残ってるな。繋がらないな。ちょっと場所を少し動いてみるか。よいしょ。黒い雲もあるな。まあ登ってる間は涼しくていいけど。はい。いや、あの、まだ場所を動いて見てるだけです。ロボさん、こっちが空いてます。ん、おう、こんにちは。これ荷物がパンパンだったら物落としてるな。さっきバッテリー、GoPro が切れた時にバッテリーを取り出そうとした時かな。繋がらない。なんかこれ電波は来てるよな。いや、なんか弱い。いや、来てる来てる。なんかめんどくさいことになってます。時間かかるパターン。もう一遍枠を取ろうとすると、多分もうありますっていうのが出てきて、出てきて、で、これの番もうありますっていうリンクが出てきたところでクリックすると、やっと、あれ、あー、よくわからん。なんか枠 ID から接続しようとするとできなくて、こんにちは。つながんねえ。枠は取れてるのに一覧に出ないんだよな。あ、出た、やっと出た。枠が取れたよ。このリンクから行くとなぜかつながったりするかな。あ、来た。
不安定だな。7分、もう6分も経ったのか。お待たせしました。うん、やっぱり今枠は放送自体はスタートしてるな。枠落ちちゃう。あー、厄介。ふう、見えないか、これだと。お待たせしました。枠取るのにえらい苦労しました。うん、まだいけますね。うん、 FMLE にでまだいけます、いけます、大丈夫ですね。いらっしゃいませ。で、ちょっとあのツールがうまくつながらなくて、うん、でも今 FMLE 来てます。あれ、うん、来てますよね。上り速度が280ぐらい出てるんで、まだいけると思います。で、あそこに設計見えますよね。あ、これで見えるかな。上に白い雪の残っているところ見えると思うんですけど、あの辺り行きます。あれよりもうちょっと右側の方かな。飯はみんなで他で食べるの。飯はピークで食べます。あ、見えますよね。真上見るとちょっと雲が白いせいで逆光気味になって見えなくなるんですけど、あそこか、あの辺りか。何分、あと標高差がですね、700ないぐらいなんで、まあ、2時間か3時間か、2時間半ぐらいかな。私のペースだと。ボエメさんもいますけど、あれ、もう通り越してったっけ。さっきタンデムにも抜かれました。よっ。お待たせしました。配信ツールが、あの、枠の配信画面につなぐときに、放送 ID で接続しても寒いですね。じっとしてると汗が冷えました。今少し、あの、配信番組 ID から接続しようとしてもなぜか繋がらなくて、枠取り画面で、あの、すでに取得済みの枠っていうのが表示されたところで、そこのリンクからクリックして入るとなぜかいける。よくわからん。東京ももう秋の気配で一旦で、秋の、本当ですか。もうなんですか。早いな。あちこちに小さい焼きが。東京もそこそこ、うん、今日東京涼しいらしいですね。あ、はい、おはようございます。冬将軍もう目の前ですね。もう 0.5 年ぐらい先に。すげえ煙。もう結構早く出た人多いみたいですね。下ってくる人の多いこと。多分2本目とか3本目行ってる人も結構いると思います。止まった。止まったか。前回来た時だいぶ持ってますね。電波ですね。前よりは増えてるのかな、エリアが。あそこまで行ってまだ繋がらなかったら、ちょっと断線疑って見てみよう。止まってるみたいですね。こんにちは。トマホーク。じゃあ、ちょっと青空見えるな。よし、これちょっとチェック。線交換したから簡単には切れなくなって、あ、やっぱ電波ですね、多分。止まりきれ。
た分電波。嘘嘘嘘、そっちじゃない。なかなか進まんね。うん、お茶多分出向か。お茶。よいしょ。かな、この先ないかな。でも通路降りだからあったりなかったりこう繰り返すかな。おう、3階建て。よいしょ。おう、1階建て。し始めた。手締め案件では。思ったら。気合か。どこが来たんだろう。今これ来てるのかな。今また途切れたかな。気力体力とくれば時の運か。あ、なんか初めてアツさんの母が聞こえた。今日初めて。今期か、今期じゃなくて。お、ん？逃げ場な。あ、雲の。ちょっと青空出てきましたね。日本に青いですね。うん、なんかすごいな、濃い青ですね。うん、また電波切れてるな、こりゃ。お、まだ少し来てる。うん、電波。標高今2000、まだ105か、まだまだだな。たまにだいぶはもう厳しいですね。コメントすら来なくなってる途中。
スクーター。じゃあ俺が聞こえますか。20キロ、もう10キロ来てるみたいなんですけどね。いや、来てたっけ。アベレージが勾配 6% ぐらいらしいんで、残り標高差 600 切ってるから、切ってないぐらいかな。標高差600来てるんじゃないですかね、ぐらいですね。2700ですね。2770ぐらい。そしたらだから勾配 6% で、あの休憩ポイントって残り標高差500ぐらいでしたっけ。ああ、クライガハラですか。ああどうしたっけ。じゃあもうすぐになりますね。確か前にクライガハラは左上の方にあの待ってる人が見えて、手振ってる人が見えて、あれからしばらくでしたよね。あの辺りも過ぎたかな。いや、まだだですかね。多分もうちょっと先の、小倉上のとこですね。よいしょ。ああ、電波ないか。だいぶ持ちますね。頂上まであと12キロくらいかな。まだ少し来てる。10キロくらいだと思うんですけどね。登ってますね。登ってます。よっと。よいしょ。ダッ。ふぅ。あ、補給中ですか。あ、じゃあしばらく休憩ですね。じゃあ次、多分この先の暗いヶ原のまた山荘で、あ、なんかちょっと力が抜けてきてる感じがするな。モンハンガノックってことはないよな。あ、そうだ、標高差100ごとに休むつもりだったんだ。すっかり忘れてた。とりあえず2200まで行って、あ、2100、そうですね、頂上、今回も頂上付近やってみるつもりです。ちょうど県境の標識あるあの辺りで、いや、もっと前から繋がってたか。あれは、じゃあ、15キロ、そう、おととしですね、畳であるで、私がやったのは。やった。じゃあ、まあ多少ハンガーノックになってもこの先お城凍ってるとこあるから、その時はちょっとずつ流れてきてるな。その程度か。あ、クライガハラ、これなんか書いてある、違うか。地図に山荘が出てるかと思ったけど、そうじゃないっぽい。アルピコじゃないバスだ。中田バス。何でも言うてみて書いてあった。
さ。天気も晴れてきてますね。こんな川流れてたっけ。よかった。昆虫？ふらふらと。途中からなかったと思います、確か。じゃあ、この先にとっかな、前上から人が声かけてくれたのは。気が低すぎた。立ちこぎするには。やってますか。今日は立派なしってこと。あ、白骨のやつだ。白骨。よいしょ。安らかに眠ってくれ。そろそろソフトバンクのエリア外になるね。2200の前に足ついてしまったな。足つきは全然関係なし。ちょっとカーブの中だから人から来る車的にあまり良くない。もうちょっと先で、先に休憩してる人がいる。標高2200。乗り下りバスターミナルから私はよ。いや、下りは一応下って、あ、そうか、バスターミナルじゃなくて多分マイカーで。あ、2200休憩。標高100メートルごとに休憩するっていう言い訳があるんで。まだ放送中ですけども、映像とか音は言ってなくて、コメントが聞こえてるだけです。こっちに一歩通行です。あ、エラー出してる。 FM リレーエラー出してる。じゃあ繋がってたのか、もしかしてちゃんとやってれば。あ、繋がった。もったいねえ。今ここの転送速度は、あ、200いってる。出るんだ、すごいな。いや、下がる下がる。あ、100以下で落ち着いたみたいですね。さっきからずっと真っ暗だったんですよ。ただどうもFMLE が一旦止まってただけみたいですね。来た。ああ、これは速度足りないな。速度、あ、もったいない。そう、転送速度が足りないので、通常配信、必ず通常は石になるんだよな。手差しへ。やった。しかしまだまだまだ来てない。これで
通常配信で、これで音はある程度途切れずにいくと思うんだけどな。電波やっぱ厳しいですね。この先はもうあんまないかな。10を、これで、これでどうかな。紙芝居だけど音はいってるんじゃないですかね。転送速度今60、70ぐらいです。FMLE で滑らかにやるには200以上必要なんで、2200休憩中です。標高2200メートル区切り休憩。音声、転送速度も妙に上がってきた。揺れがありますね、かなり。今も転送速度だったら FMLE 行けると思うんだけど、まあどうせすぐ悪くなるし、これで行きましょうかね。どうだろう、次枠取るべきかな、これ。この先ですね、標高どんぐらいだろう。位ヶ原山荘っていう、まあ、売店みたいなところがあって宿泊もできるんですけど、いや、ひなちゃんは今下で寝てるはず、多分。この方たちはああいう人たちです。見てわかりませんか、ああいう人たち。今見事に3人揃って、これで、いや、ちょっと待ってください。板ジャージ変態。そういえば最近忍者スレアで変態セルガ帳とかいうすごい表現が出てきたからな。多分アニメチックなっていう意味を無理やり変な翻訳したんだと思うけど。痛いね。何のキャラクターなの？オリジナルキャラクターですよね。あざみ先生という漫画家の先生に書いてもらったやつらしいです。通称ホイさん。え？そうなんだっけ？通称ホイさん。ホイさんをイメージして書いた。ああ、そう、このモデルがですね。そう、痛いね。確か、お、痛いねって言ったの、そうだ、2年前にここ来た時に言われたんだ。アーツさんたちが。上の方から。確か、なんだっけ、チームジャージ、なんて言ったんですか？あ、そうそう、レゾンの。レゾン？あ、レゴン。レゴンのジャージ着た人から。上からここまで来れば山荘だからって。あ、そうそう、あの人に言われたんだ、位ヶ原山荘の話。そう、さっそうと、お、痛いねっていう、なんか粋な言い方してたんで、うわ、かっこいいと思って。お、痛いね。そう、こういう萌え系の文化を認めながらかっこよく言っていくっていうのがかっこいいなと思って。かっこいいって、かっこいいって、どんな日本語だそれ。じゃあこの先はまあ電波の様子見ながらやったりやらなかったりできますかね。女はもっと、だからその世紀末みたいなこと言うなよ。ん？何ジャージ？あ、ちなみに今あそこの白黒っぽく見えてるジャージは木崎子ジャージです。プリーズティーチャーのやつです。大体あの手の現実は嘘です。さっき馬車さんっていう風に名前聞いたんだけど合ってるのかな。馬車さん合ってますか。あ、そう、自分が喋ってる声意外と周りに聞こえてるって、私あんまり意識せずに喋ってるから独り言のつもりで喋ってた。あれはアーツさんの奥さんは今後ろかな。あれ、あ、ボエメさん今どっちですかね。ボエメさん前と後ろ今どっち。前です。あ、前、すごいな、全然追いつかないじゃないか。じっと日向にいると今暑いまで行かなくてちょうどいいぐらいかな。あ、そうそう、今ですね、天気は結構青空見えてきました。映ってますか。あ、雲結構早いな。どうですかこの青空。あと針葉樹かな、違うか、これは針葉樹じゃないか。私ですか。私の絵はな、前コミュニティ用のイラスト描きましょうかって言ってくれた人いたんですけど、なんだっけな、私その時なんて答えたかな、あんまり釣れないこと言ったんですよね。なんか私はなんていうのかな、自分を少しでも美化することがなんか恥ずかしいとか思う、屈折した価値観を持ってるんで。あんま屈折はしてないと思います。そうですか。ちょっとでも格好つけることに抵抗を感じてるんで。意外と普通だと思います。そう、福岡弁で言うとツヤつけることにものすごく抵抗を感じてるので。あれでしたっけ、あそこからでしたっけ、前は違いましたっけ。 あんなに小さくなかったかな、もっとはっきり道見えてましたかね。じゃあスタート。なんかこのぐらいの高低差だったような気がするんですけどね。
位ヶ原まだかな、微妙になんか腹が減ってきたような気がするから。長袖、いや、あのあれは日焼け止めと日焼け対策と、あとあのあれ薄くて 汗がつくとすぐに乾いて蒸発熱で気化熱で冷えるとか、そういう考え方だと思いますけどね。あれ、こんなとこ建物あったっけ。じゃあ着てると涼しいっていうことらしいですよ。私は体の表面何かくっついてる時点で、あの結構あの鬱陶しく感じてしまって、慣れなんでしょうけどね。そう、ツヤばっかりつけやがって、ツヤつけとのツヤはあのカッコつけるっていう感じですね。そう、ツヤつけと、なんツヤつけとてやって、なんかそんな感じです。ナンバーツヤつけとてや、お前キサンかな、やっぱりキサン。ん、読み込んでも、あ、映像あまりいってないかも。青空、青空。残り3分くらいです。あ、もう今日も終わるか。次はかまた大変だな。取れるかな。じゃあ、なぜかゼッケンついてた。ヘルメットに。なな。ライブカメラだと頂上ガスってますね。あ、ガスってる。あれてほしい。いいですね。今2220、そうですね、2221メートル。北部か。2200超え、あと500ぐらい。ここは結構眺めがあるとこじゃなかったっけ。ああ、ここは前あの水場休憩したとこだ。いや、そうかも。でも硫黄の匂いが結構するな。どこだったっけな、なんかそう、ここに水場があって、で向こうがバス停になってるんだけど、建物なかったような気がする。別の場所か、これは。1分、あと1分ですね。あ、タンデムが、異様がすごいな、こりゃ。あ、だから冷戦なんだ、これ。冷戦小屋か。違う、あ、そうなんですかね。筑後地方か。で、実は地元だけど区別があまり分かってない。温泉、あの冷泉ですね。ちょっとあの硫黄の匂いがしますね。うん。じゃあ、うわあ、ママチャリですか。すげえ。ママチャリだ、ママチャリ。しかもあれ登山装備しとってる。うわあ、マジかよ。しかも血のパンで。まあ、ジーパンじゃないだけまだマシかな。映りました、マーチャリー。本当かよ。本気かよ、あれ。もうここまで来てる時点でおかしい。すでにおかしい。あ、終わった。枠取っていこう。電波があるうちに。まあでも放送はこの枠ぐらいまでかな。頂上まで行ってからまた再開ですけど。枠取れるかな。でも最初から通常発信で行こう。
石上さんがまだ来てないのかな。これはさっき足がもうパンパンで動かなくなってるとか言ってたから、押しが入ってるかもしれない。お、案外素直に行けた。いらっしゃいませ。止まってます。いや、止まり違い。いらっしゃいませ。今ここは冷泉小屋前っていうところでバス停があります。あの小屋があって、そこであの硫黄の匂いがする滝が流れてます。今これで転送速度は十分出てますね。ここは電波いいで、多分この先またなくなります電波。ロボッタロボリ中です。今アーツさんってことは石上さんが来たのかな。いや、まだ来てないな。いい川、この硫黄の匂いがします。だから多分飲料には飲用には適さないと思う。アンテナ代わりか、すごいな。よし、じゃあまた行きましょうかね。ガスボタンすいません。私の放送終わったんだか止まってんだかわかんないから。いや、そうか、あのリロードしないと終了してますってのは出ないのかな。あの放送画面内でのあれじゃダメなのかな。いらっしゃいませ。今電波一時的にいいです。あ、花アブだ。こいつがこの先いっぱいいるんですよね、花アブ。あ、止まった。止まった。ライチョウまだ見てないですね。見たいですね。花アブ手に止まってるの見えますか。こいつ可愛いんですよ。あの空中に止まったみたいになるやつ、花アブ。ウェブカメラだとこっちかな。うん、これ全然刺さないです。ただ数が増えてくるとこちょばいいです。これ花アブって言って刺さないやつです。多分蜜吸ってるやつですね。これ結構あの綺麗なんですよ、あのアブです。あのこれから上の方に行くとえらくいっぱいいる。あれ、ご来庁。来庁ってそれ県庁とかそういうのの来庁ですよね。あ、下ってまた登るんですか。え、もう登ってきた。館長さんです。今の早いな。そんな早いんだっけ。いや、もうそうか、出発してから2時間経ってるから早い人はもう登るのか。ママチャリじゃなかった。ママチャリ、さっきママチャリに過ぎましたね。全く物好きだな。水音がなくなって一気に静かになった。うん、静かにですね。ただ電波もこの先また悪くなると思います。多分できてこの枠ぐらいじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ一応まだ繋がってれば枠は取り続けます。下ってねえよ、登ってるよ。今無風かな。そうですね、無風ですね。よーっと、無職なの、それは秘密、言えない。ふう、ちゃん、私のこと？おっちゃんとは私のことか。またバス来ましたね。この音は。いや、全然暑くないです。涼しいです。こんにちは。水温の。使えたらいいんですけどね、そういうの。昭栄バス。夕食言わないですね。なんでだろう。40になったら初老らしいですからね。あ、暗い原酸素、このつづら折りの先見えてる。あ、在職か、なるほど。あとは職業が、特定の職業のこと言ってれば、現職とかも言いますかね。だいたい現職というと現職警官としか
繋がらないな。原子力警官が痴漢しただのなんだの。あ、横浜の方。じゃあ天気はいいんですね。こっから森林限界を越えればかなり綺麗になるはず。先生で二調子に乗ってる若いやつの人生を崩壊してやりたい。二調子、暑さがまた盛り返してきた。今のところ電波来てるか来てないか。いや、してます。まだ繋がってるみたいですけど、今映像行ってるのかどうか分かんないです。とりあえず私にコメントは来てる。このつづら折りの先が暗いが原ですね。そうですね。 GPS 上で山荘が見えてる。あと1、このカーブ入れて 1,2,3,4 カーブで、で、あ、やっぱり来てないのか。天気は2年前ほどじゃないな。みんな上むちゃくちゃ天気良かったですから ね。 そうですね。温泉来てます。あ、日焼け。え、アーツさんの時半袖でしたっけ。それでも、あ、顔か。温泉の海寝そうだめか。日は照ったり照らなかったりなんですけど、あの温泉の海か。うん、あんまり意味なくなってきたな。忍耐力。空気冷たいですね。正面から今風が吹いてきてると、結構冷たい風が来てる。最低どこだ。デート行ってらっしゃい。行ってろよ。これから酸素に着いたところで一旦放送中断かな。じゃあ、もうすぐ標高2300か。時間は11時か。よいしょ。よいしょ。よし、あとカーブ2つ。で、おしるこ。Huh.
ちは。志向さんと久々に同じ自転車ですよ。え？志向さんと。はい。あ、そうです、そうでしたね。石子さんと石上さんが同じ自転車、全く同じモデルだった。どこの時確かキャノンデールのなんとか数字の9っていう名前がついてたような。こちら、ああもう本当に電波全然ないな。おう、ちょっと写真を抑えに1枚。うわ見えねえ、もういいか。なんかバタバタ聞こえる。お茶、うん、ああ標高差ですよね。観光センターは、うん、あ、確か1400ぐらいじゃなかったですかね。標高差今900ぐらい。あ、なんかちょっと来た。涼しい。今来てんのかな。送信はできてないかな。てっぺんは、うん、微妙でしたね。うん、音声動いた。あ、ゴキゴキって出るってことは映ってんのか。ちょっとあの空白くて、ま、下真っ黒ですけど、そんなに今暗くないです。このぐらいかな。コメントが今、うん、今来てますね。あ、今転送速度ずいぶん上がってる。お、マウンテンバイク珍しい。しかもあの太いタイヤだ。カーブ2つ、そうですね、あとカーブ2つで位ヶ原山荘で、おしるこ食うおしるこ。なんか、ハンガーノックのはずはないんだけど、そんな感じになってきてます。ちょっとあの、体がふわふわして、力があの出にくくなってる感じ。山荘より、山荘、もう少しですね。ね、で、山荘でおしるこ、おしるこ。餅、餅、餅自体はそんなに消化早くないんだろうな。おしるこです。一気に来ましたね、今。今、映像も少し来てると思います。うん、でこのカーブ入れてあと2つで位ヶ原山荘2つ曲がってそこから登ってたところで、はあはあ、ちょっとなんかあの体がふわふわしてるんですよね。力が抜け気味。登山業務、いやなんかハンガーノックとかに近い感じですけど、朝ごはん食べてそんな立ってないし、朝ごはんスコーン2個食べたし、エネルギー的に足りてないはずはない。そんな急に動いてないから、このペースで来てますからね。じゃあお汁、じゃあ年はまだあの単純に普段鍛えてないからだけだと思いますけどね。年齢は言い訳にできないです。自転車の場合ほとんど。もちまた一人や。もちよっと。判決は体を重くなるんだっけ。判決はそうなんですかね。私は富士山では確か急に動いたらクラクラしたことある。富士山に登山で行った時には雪は、あ、もう結構近いな。そのあたり見えてますね。挨拶はこんなところに来てる同士っていう連帯感があるからです。普通に街の方と挨拶はあんましないかな。
お疲れ様です。マウンテンバイクのさっきから何か見てるな。よし、この上だ。山荘持ち食いお持ち、売り切れてたら最悪だけどな。売り切れてたり今はまだやってなかったり、それが来月からだったりしたら、うん、そうだ、結構しますね。マウンテンバイクは意外と見てる、さっきから。多分集団で固まってんじゃないかな。うん、歩きはあんまり、距離が長いし、登山の人はてっぺんまでバスで行ってからそこから登るみたいですね。長野はロード乗ってる挨拶してくれると思う。長野。太いタイヤってことか。モフル作ってないな。25。おお、着込んでるな。こんにちは。寒そうだ。下りが寒そうだ。一応私は下りは用心して、あの雨具手袋を持ってきたんで、手がかじかむことも想定済み。モフル。よし、最後のカーブ近づいてきた。こっち行ってるな。うん、涼しい。あ、ちょっとで下るとめちゃくちゃ涼しいです。ああ、風が今若干風かな。そうだ、多分しない。あ、してきました。あれも自分のママチャリで走りたい。ママチャリで、すごいよな。30分、そこまで早くはないかな、多分。晴れてたら綺麗だったろうね。だったら、うん、そうなんですよね。一昨年来たくてむちゃくちゃ綺麗でした。いや、あとライチョウ、はよ、ライチョウ。岐阜にはこっち戻ってきます、今日は。ニッカーブのあたりですね。こちらの GPS の画像地図で見えてきてます。とりあえず暗いが原山荘で大休憩。一旦そこで放送は手前、あの山荘の前で一旦止めます。そこから先はもう電波ないと思って来週見たいですよね。まあでもどこまでできるか一応試してはみるか。まだ配信枠が取れればやってみます。お昼ご飯上に着いてからで、今食べるのは完食です。お、またマウンテンだ。マウンテンのグループですかね。おう、見える見える。多分クライバハラの、いや、こっからだっけ。前回上から人が声かけてくれたのは、レコの人、この辺りからでしたっけ。多分そうじゃないですかね。ああ、あ、でしたっけ。あ、この先、そうそう、下のあのくねくね道が見えるんですよね。よいしょ。大休憩って、うん、大休憩、大便休憩じゃないよ。大便休憩じゃ、一遍こけて、あー、眺めいいみたいですね、あの辺り。おお、すごい。すごい景色に運慶なおとか最悪だ。まあちょっと面白いけど。うわぁ。寝る、いや、そこまでは。おお、見える見える。すごい。あとは青空だったらな。でもすごいですよね。あ、あそこにバスがじわじわ下ってるのが見える。よっと。雨
みちゃん頑張ー。あみちゃんどこに？見えてないのに行ったのか。お、聞こえた。声だけ通ったんだ。じゃあ結構近いんですね。サムネですね。今日はサムネの写真撮れないかな。せっかく こっち来てるのに。まあ天気はでもどんなか分かんないですね。あるいはあの周りが真っ白でがっかり写真をあえてサムネにしてもいいかもしれない。お、すごい。お疲れ様です。雨じゃないだけいいよ。雨じゃ全くですね。雨予報も一時出てたみたいなんで。そうですね、一時ぐらいまで雨予報です。あみちゃん、石上さんって人なんですけど、ん？何今の？あ、今通った人かな？映像来てますかね？今、証券社でした。ダホンの。全員独身ですか？全員、いや、今回既婚率か、あ、そうですか。じゃあそうです。今回10何人、15人以上、20人未満、全員独身です。で、全員独身で男女入り乱れてるから、もう駆け引きがすごくて、夕食の時なんか大変ですよ。手紙回してますから、ね、お前誰行くのみたいな。ああ、そのテーブルの後ろで紙を回して。で、今日下った後にあの机の上にボタンが並んでて押すとそれが繋がって。ああ、元ネタわかんねえ。なんだろう、そういう番組があったんじゃないですか、多分。そういう番組あったんです。ああ、ハード弁。あ、クライガハルも目の前だな、カーブ曲がったら。これはホモタイム。ホモタイム。え、周りっていうのは映像行ってないってことですかね、今。お疲れ様です。雲が低い山では声の通りが良くなります。山の、え、そうなんですか。雲に反射してくるとかそんなことはないですよね。何が原因なんだろう、その場合は。空気圧とか湿気なのかな。湿気とかで。おー、じっとしてくるとどんどん体が冷えてくるな。防衛さんの親ばけツイートを拝見しています。ん、防衛、はい、やっぱシルコです、ね、シルコですよね。絶対シルコです。19度ですね。私なんかあのちょっと体があの力が入りづらくなってきた感じなんですよ。ハンガーノックしたら早すぎると思うんですけどね。いや、ハンガーノックだと思いますよ。ロボさん、ええ、おやつ食べてないですよね。うん、あのスコーン2個食べましたけど朝。そうですね、はい、氷始めてから2時間半何も食べてないです。そんなんで簡単にハンガーノックになりますかね。なります。ある程度の強度だったり。うん、私あの飯食った直後とかにもこんな感じになるんで、これをハンガーノックとは信用してないんで。飯食った直後、あのおそらく30分ぐらい消化吸収されてないので。ああ、でもなんかタイミング的にありえないようなハンガーノックがあったんで、ハンガーノックっぽいのがあったんで。あ、止まってます。じゃあ、まあとりあえず山荘まで行きます。で、そこで放送一旦止めて、で、あ、なんか少しポツポツ来てますね。ちょっと降ってきてる。山荘で雨宿り見えた。クライガハラ山荘。山荘まであと 500m なんで、そこで休憩してて。わざわざ、まあでも景色が良かったですからね。よ、クライガハラ山荘に到着。羊羹の出番じゃ。羊羹か。そう、羊羹ぐらい持っといてもいいですね。じゃあ、もう店なんか許可取るのも面倒なんで、 GoPro も一旦ここで止めます。こういうとこです、クライガハラ山荘。あとは写真で。標高 2350m。 よいしょ。あ、そうそう、水場があるんだ、ここ。よいしょ。釘は、まあ、一旦止めます。あ、パンでも来てるな。ちっと、あつさんたちが。羊羹だよ。羊羹、羊羹じゃなくて。羊羹。よし。じゃあ、ここで一旦止めます。羊羹は、羊羹でお食べ。羊羹で。そういうのもあったな。一応まだコメント来てるから電波繋がってるんですよね。クライガハラ
3そう2到着、一旦放送休止します。シルコクできます。なかなか行かないな。あ、でも映像止まってる。声も出てる。あ、今急に来た。シルコクで、暗ヶ原山荘に到着。来た来た来た。放送休止します。シルコクってきます。では、ちょっとだけ電波来たり来なかったりしてるな。じゃあ、これで。ちょっと音を鳴らずに、終了。了解です。あ、ありがとうございます。で、GoPro も一旦ここで止めます。この後はスライド写真。では。